ゲストの方も素晴らしいですよ。はい、お待たせいたしました。バリトン歌手の蔡奏芳さんです。どうぞ。こんにちは。今日ありがとうございます。はい、どうぞどうぞ。ありがとうございます。いやね、この前もね、何ヶ月前かな、馬頭琴の演奏、そうです、馬頭琴のね、世界的なね、神って言われる人がね来た時、友人だからちょうど遊びにいらっしゃってて、歌を即興で歌えたんですよ。マイクいらないって、すごいんですよ。もうね、中国 の、 あの大きなところでね育ってらっしゃるから、声のね、日本の人とまた違うんですよね。すごく大平原でね、はい、すごいんですよ、はい、後でまたね聞かせてもらいますからね、はい、ということで、ちっちゃい時ってどうだったんですか。もういつもこれねテーマですから、はい、いや、ま、中国ですよね、日本じゃないですもんね。中国の北京の出身です、はい、北京ですね、はいはい、北京で、今の小さな時に有名ということで、はい、私小さな時に有名という言葉はあまりなかったんですよ、はい、まあ、食べるだけでお腹いっぱいになるだけでも多分有名だったかな、はい、あのちょっと貧しい時代だったんですよ。1960年生まれ、今年齢バレたね、まあ、その時本当に食料ほとんどなくて、はい、私兄弟は4人で、はい、男3人、あの妹1人、はい、全部で4人で、はいはい、もう両親は子供たちの食べ物だけでもう精一杯ですから、うわ、だから有名という、そうですね、あの将来何がなるとか全くね考えてなかったんです。ですね、はい、あ、そうだ、今アフリカとかね、アジアで貧しいとこなんか、うん、みんな子供も学校行かなくて靴磨きしたり食うためにあって、それでも目がキラキラしない生きてますよね。生命力あってですね、はい、ああそうだったんですか、すごいですね。そっからそのなんか学生になってなんか変わってくるんでしょ、なんか、まあ、学生で、まあ、どん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 中国あの変わるのは早く、この 2,30 年すごい早いでしょ、はい、10年ごとで、はい、もう私30代20代の時にあまりそんなに変化なかったんですよ、はい、あの日本に来るまでにね、はいはい、その後はこの20年ほどすごく変わってね、私今北京帰ったら自分の家どこにあるかもわからないほど、ああ変わっちゃったんです ね、はい、でその学生の時になんか学校どういうとこ行かれたんですか。学校は、はい、あの師範大学という学校で、どういう先生になる学校ね。あ、先生の学校、あの時はあの先生になりたいじゃなくて、はい、あの学校に入りやすい、はい、国立ですよね。国立で、あの無料、無料ね、まずは授業料無料で。あ、無料なんですか。国から、そうなんですか。すごいですね。国からなんか少し お金ももらえる、もらえる、ね、え、学生のがあるんですか。そうそうそう、だから逆に卒業したら自分はあの就職できない、はいはい、あ、向こうは君はどこここに行きなさい、はい、行きなさい、はい、その転職もできない。あ、なるほど。そう、自分はこの仕事やりたくなくても、はい、あの他のところ行きたくても出られないと。あ、もう決まっちゃうわけですね、むしろ。そうそう、そう。じゃあそれ音楽、そこでも音楽されたんですか。はい、師範学の、師範大学音楽科で、あの音楽の先生になるんでね。あ、それは音楽好きだったんですか。教えたんですよ、音楽好きで入ったんですよ。あ、なるほどですね。それで卒業して3年ほどあの、はい、あの音楽の教師、ね、はい、されたんですね、やって、はい、それまあどうし、どっちも、まあ、どうしても、はい、まあ、やりたくないから、やりたくないから日本に日本に逃げてきた。日本はなんで日本に来たんですか。いや、日本はやっぱりあの時すごくバブルでしょ。ああ、よかったですね。あのすごい日本でいろいろあの話聞いて、特に私妹先に日本に来たんですよ。妹、あ、じゃあ話聞きますよね。ちょっと聞いて、あ、日本の刺身美味し方とか食べ物じゃないですか。日本のすごく綺麗な国でね、いろいろ話聞いて、じゃあ日本行こうと、それで逃げてきたんですよ。逃げてきた、いや、いいって褒めていいかどうしか分かんないですけど、拍手、日本人でしょ、拍手ですね。いや、どうだ、まあ、日本に住んで、まず来て、印象はどうだったんですか、来た時に。いや、来た時に、はい、まあ、24年前、はい、いや、そんなにね、中国の漢字もたくさんあるでしょう、はいはい、日本の日本人の顔も中国人の顔も一緒だから、はい、その外国行った感じはしないけど、はい、まあ、その時日本語全く喋れないから、はいはい、ああいう英語から勉強したんですよ、はいはいはい、だからその時孤独、まあ、寂しかったんですよ。あ、なるほど。あの時の印象としてすごくね、寂しくて寂しくて、はい、まあ、勉強しながら、はい、それで、まあ、それあと、はい、あの大学に入らないといけないと、はいはい、友達に紹介して、あの国立の東京芸大安いから、はい、じゃあそこに入ろうと、はい、それで、受けたんですか。それで一発であの、まあ、入ったんです。拍手ですね。いや、日本で、うん、日本の芸大入って大変普通入れないんですよね、なんかね、
うん、すごい、すごい入れないんですよ、はい、入れないです、一発で入ったってすごいですね、まあ、はい、それを、はい、無事にね、あの、うん、勉強して、うん、その後卒業したら日本に今全国音楽活動やっております、はい、あ、じゃあもう学生時代からじゃあ活動されて入れたんでしょ、もう音大の人じゃない、すごいじゃないですか、まあ芸大卒業してからね、芸大してみたら、はい、もうどういう海外にも、あ、海外に行ったっていうのはアメリカで留学したとか、アメリカちょっと短期で、あの短い、はい、その時お兄さんそこにいたから、そこにちょっと、ね、お兄さんもね同じオペラ歌手、オペラ歌手なんですよ、はい、うん、兄弟ってなかなかないない、ない、ない、世界で YouTube で検索していただければ出てきました、出てくるでしょ、はい、あ、出てくるんですよ、皆様も皆さん、ね、検索していただければ、すごいですからね、素晴らしい歌声ですので、で、その活動をされながら結局なんか料理屋さんもなんか、あ、料理屋さんという、うん、あの自分は日本に来るまでに、はい、あの日本に来ていたら何になるか分からなくて、はい、じゃあ その時あの料理の免許とか、はい、車の免許とか取ったんですよ、はい、あ、なるほど、日本に来たらもしかしたら自分のタクシーの運転手になるかもしれない、はいはい、あるいはもしどこか、ね、料理の、はい、あのね、はい、あの料理屋さん、はい、何やるかもしれない、はい、それ準備したんですよ、あ、なるほど、それ興味もともともあったから、はいはいはい、やっぱり歌手というのは食べるもの好きなんですよ、あ、なるほど、ね、自分作るのは好きなんですよ、はい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 、そういうことで、あの、うん、今あのもうあの今大和、の神奈川県の大和市ね、うん、はい、あの中華料理屋さん、今蔡さんの店という名前、蔡さんです、一番分かりやすい、蔡さんすね、皆さん行ってくださいね、はい、駅から近いですか、あの駅から6分ほど、あ、じゃあ近いですね、はい、なんか大きそうなお店で、うん、そこでなんかねコンサートやったりいろいろされてるんですよね、そうそうそう、コンサートやったりいろいろショーもやったり、うん、とてもあの他のところにない素晴らしいですね、ぜひ皆さん行ってくださいね、はい、ということで、はい、それをやりながらやっぱりよく見たらね、その大和市をね活性化した音楽でね、うん、そういう活動をすごくされてるんですよね、はい、地域活性化、すごい音楽でね、そうそうそう、それは、はい、あの店のところね、ちょっと、はい、あの寂しい道入るところ、はい、みんなここに来たら、コンサートやるときに、はい、ここはあ、まだみんなすごく元気かな、はいはい、元気になるかなと、はいはい、やらないと寂しい、あの道路に入るから、はい、だから、はいはい、音楽いっぱいやれば、はい、やっぱりね、あの、はい、町の風が、ね、はい、あの出てくると思う、なるですね、はい、あ、ということで ね、やっぱり一つお聞きしたいのが、やっぱもしかしたら、うん、あの音大生とか、はい、先生を憧れてる方とか見てるかもしれません、はい、ぜひね、この際、はい、います、ぜひね、何かアドバイスとかあればぜひお願いいたします、いや、歌手になるのは本当にあまりおすすめしないんですが、いや、本当に苦労しないといけないから、苦労ですね、皆さん、皆さんにあの喜んでもらう職業だけど、でも自分はいっぱい苦労しないと、はい、そのね、歌をうまく歌えないと、あ、じゃあ音楽も仕事も先の皆さん、うん、そうじゃないですか、皆さん喜んで、皆さん苦労してますよね、はい、人生波乱万丈、はい、それがないとダメですよね、そうそう、何でもね、いっぱい苦労した方が人生はね、あの人のためにね、はい、あの楽しい、あ、なるほどですね、あと時間7分ぐらいでしょ、あ、うん、あ、じゃあ歌いきましょうかね、ぜひ、2曲無理だから1曲で、はい、2曲いきますからね、よろしくお願いいたします、はい、2曲いきますよ、はいはい、あ、1曲、ね、この、はい、このちょっと説明してもらって、ちょっと、はい、はい、あのまあ、5月の4日の日ね、あの浜琉球ホール、朝日ホールでコンサートリサイタルあります。これ全部日本の歌を歌う。これは、はい、あの外国人歌手で、あの全部日本の歌を歌うのリサイタルは日本初のことなんですよ。握手ですね、はい。素晴らしい。皆さん行ってくださいね。はいはい、これは、はい、あのチケット わずか、あと何枚だけ。はい、あ、皆さん、早いもの勝ちですからね。はいはい。はい、これあと11月の6日あの軽井沢大賀ホールで、はい、あの一泊旅行ついてるコンサート、あー、なるほどですね、これは、まあ、美声美名美景という歌でありますけど、はいはい、本当はもっと美容、あの温泉もあるから、はいはい、美容ね、はいはい、軽井沢の空気も美景、あ、そうそうですね、なんというのは日本語ないから、うん、あ、すべて人間の五感すべて満足できるのコンサートなんですよ、あ、素晴らしい、ね、あの軽井沢の大きい、はい、美味しいクッキーを吸って、はい、それを美味しい料理食べて、はい、その、まあ、あのとてもね、はい、あのまあ、美女も私はまあまあイケメンじゃないけど、はい、いや、イケメンです、イケメンです、握手ですね、うん、はい、これは興味あったらぜひね、はい、あの軽井沢に来てください、素晴らしいです、はい、うん、ということでじゃあ行きましょうかね、はい、音楽を、はい、じゃあそれで1曲歌います、はい、じゃあマイクあそこにありますね、はい、はい、じゃあ拍手お願いします、
しい、拍手でお願いします。いやー、ありがとうございました。すごいですね。まあここはね、音楽ホールじゃないからね、音はね、はい、もうちょっとね響きありゃですけど、変態に寄せ低いから、ねね、使えちゃいますからね。すみません、ありがとうございました。いや、もうぜひねリハーサルね行ってください。ということでありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあちょっと残ってもらって、はい、ね、上手。はい、じゃあ皆さんゲストの方と、はい、MC 出てください、前の方に。はいはいはい、じゃあはいお願いしますよ。はい、はい、あ、じゃあここ、はい、じゃあはい、行きますよ、はい、皆さんいいですか。世界に元気発信しますからね。はい、行きますよ。はい、はい、さっきのリハーサルやりましたね。はい、行きますよ。もうやる気満々ですよ、ね、お母様。そうですよね、嬉しいですね。もう笑顔が素敵 で、ね、もうね、はい、はい、行きましょう行きましょう、はい、皆さん一瞬でね、男性こうちょっと後ろ行った方がいいですね。で、あ、女性は前、はい、前行きましょう。いや、ここ背高いですね。行きますよ、はい、行くよ、はい、はい、公開生放送ですからね、これもね、はい、はい、行きますよ、はい、はい、皆さん一瞬で元気になりましょう、はい、OK ですか、はい、行きますよ。 Are you ready? Yes! Are you ready? Yes! Are you ready? Yes! わー、 Yes! ありがとうございました。あと何分なんですか。あと5分。いや、今日はなんだ、なんで早く終わらせたんですよ。今日は長い。告知、会場来た人、告知ですよ。ちょっと、じゃあ、告知、はい、皆さん、告知、告知、どうぞ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 、まあいいよ、早く終わらせた。告知、告知、あ、一つ告知、8月4日から8月の11日まで、表参道ソフトバンク曲がって突き当たりを右に行っていったギャラリーで、占い、あとはあのスリランカ店、カンボジア店ということで、小さなギャラリーでなんですけれども、私のすべてをその時に届けたいと思いますので、はい、すべて塗らないけど、すべてを見せる、そうですから、はいはい、ぜひお越しください。見せる、すべてを見せる、はい、はい、素晴らしいですね。はい、次、はい、はい、どうぞ。はい、麻布十番で、6月に、まあ、このチラシがありますので、ぜひご覧いただいて、健康になる7分ですからね。なるほど、簡単に痩せるんですって。はい、飲まなくていいって。それからディナー付きそれぞれありますので、はい、ね、それとあと、こちらに私の思いを書いた地震関係の、まあ、レジュメもありますので、ぜひお持ち帰りいただければと思います。はい、ね、よろしくお願いします。いや、7分でね、もう保険も、はい、保険の方はすごい方だったから、騙されていけないって、自分で見ろって、痩せることも売ってることはああいうの買わなくて自分で直せるって、7分で、うん、ね、すごいですよね。うん、僕なんかね、貧乏ゆすり得意だから、ね、貧乏してるから、はい、いいですよ、ね、いいですね、いいですね。金田さん、早速行きましょう、ね、はい、次、はい、次行きましょう、はい、次は、はい、はい、さっき2つのコンサートを紹介したんですが、はい、また来年、10月の22日中国の北京で、はい、大きなホール、はい、コンサートあります。はい、日本の一番有名なソプラノの森巻さんと、はい、中国の一番有名なテノールのコラボですね。はいはい、私たち兄弟も出ます。はい、素晴らしい。これはツアーね、はい、3泊4日間かな、はいはい、10月の22日、はいはい、もしこれから旅行、そろそろスケジュールをつけるねだと思うんですが、よかったらぜひ参加してください。はいはい、あとね、交流会にも皆さん名刺交換してね。はい、いやー、すごいです。はい、いいです、いいです。はい。7月の、7月の23、4、5、23、4、5、土日月ですが、はい、ある、長崎の無人島で、はいはい、楽夢ダイエットのツアーを、2泊3日のツアーをやりますんで、はい、はい、まあ、そういう、震災の、だから自粛じゃなくて、はい、みんなでまたそういう気持ちをですね、はい、盛り立てて、はい、行きたいと思っておりますので、はいはい、ぜひまたそういうのもご予定ください。はい、はい、うわー、すごいです、握手ですね。はい、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 ですね、私ミラクルシェア会っていうのをですね月1回やっておりまして、はい、今回地震、熊本地震の時も SNS を使ったシェアでですね物資が無事に届いたんですね。すごい、はい、でもうヘルプとか、はい、助けてというメッセージを受信して、はい、SNS を使ってシェアをしたんですが、はい、そういうミラクルシェア会っていうのが毎月やっていて、はい、今度6月5日に3周年記念パーティーがございます。そうです、金太郎さんに乾杯の温度皆さん乾杯お願いしてございますので、いや、ね、はい、皆さんが素晴らしいの、自分たちでお店持ってます、一人でやってる方多いです。マンションとかね、集まって自分たちの力を合わせてみんなが協力しようって言うんでね、シェアしちゃう
ね、だから皆さんお店やってる方なんかぜひ入ってください、はい、埼玉中でも東京でいっぱい勉強やってますよね、うん、月1回とかね勉強やってますが、皆さんねこの方であのお店やったりやってる方皆さんに、ね、さればね素晴らしいと思いますからね、はい、ありました。はい、次何かないですか、はい、どうそれないですか、これないですか、なんかなんかご案内がないですか、はい、なんかないですか、あ、みちこさん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 、あの、た、あ、大丈夫ですか、大丈夫、はい、銀座で加圧トレーニングスタジオを経営しております、あの、エムズボディの森田真理子と申します、はい、応援隊で、応援隊で、ありがとうございます、はい、行きましょう、はいはい、はい、あの明日までなんですが、ダイアナの原宿店で、あの私の個展みちこ展がやっております、そうですね、午後あの4時あの5時まで開催しております、ダイアナ原宿で検索していただきますと出ますので、うん、はい、ぜひよろしくお願いします。宇宙の絵が展示してあります。宇宙人です、コンビはい、絵を描くんですよ。でもね、彼女の絵を家に置いておくと、あの幸せが、はい、あの家に運ばれてくるっていうので、結婚される方とか相手が見つかる方とか、ね、免疫ありました、そうなんです、なのでぜひね見に行かれてください。僕コップ持ってるけど直してるからこの前でもらったんだけど、僕は私は T シャツ毎日着てます、はい、あと、はい、もう終わりで、じゃあもう終わり、終わり、はい、じゃあ皆さん、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。